こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は札幌市東区です。東方線元町駅付近でございます。昭和の今は消えてしまった懐かしい建物を振り返る。さらに今現在の素敵な建物なんかを見て回ります。ご覧ください。2024年1月後半でございます。日もだいぶ長くなりましたね。5時近くでもこのように明るいです。 今回見て歩くところは、水色のラインと赤いラインのところでございます。まずは水色のラインの右側、東側ですね。札幌市元町自動会館付近から歩いていきます。この自動会館は北21条東18丁目にあります。 では元町自動会館から西側へ進んで歩いて行きますこの道ね商店街っぽいんですけど商店街の名前とかついてるんですかねちょうどコープ元町がある道なんですけれどもこのような氷のような,あな,んていうのかなライトケースになっていて冬にぴったりだなと思って見ていました 夏にはよく自転車とかバイクで通過することはあったんですけれども、ゆっくり見て歩くことは本当になかったので、まあ、いい機会だなと思って歩くことにしました。最近は新しい高層のマンションなんかもどんどんできて、まあ、昭和の建物っていうのも減ってきましたね。こちらは布団屋さんでございます。この正面にある看板、いいですよね。これ、綿でございます。 この看板は40年ぐらいあるんじゃないですかね。画面の右側はマンション、結構多めなんですが、左側は年季の入った建物が多いなという印象でございます。この通りの中でインパクトのある、非常に記憶のある建物、こちらでございます。アンデルセンという美容室なんですけれども、夜になると看板が光るんですが、今日は光ってませんでした。夜に光っている姿を見てみてください。本当に、ね、美しいです、この筆記体が。 日曜日ということなのでもともとやってないお店が多いんでしょうね美容室さんの隣は電気屋さんでございます建物を観察するにあたって今ぐらいの時間帯が明るさが好きですよね建物の色なんかもちゃんと見えますし街灯もついてなおかつ建物のライトなんかもついてこの空のちょっと明るい感じなんかも非常にファンタジーな感じがしますよね コープ元町は後で見るとしまして、コープ元町の向かい側にあるこちらの長屋っていうんですかね、こちらの建物でございます。なかなか素敵な建物ですね。ちょっと前まではカラオケ天国っていうお店があったんですが、現在は看板がなくなっていました。 このお店は、尾の商店と言いまして、今は解体されてない建物となっております。この尾の商店を見て、あ、行ったことがあるとかね、あ、懐かしいなとかね、そういう思い出のある方も結構いるのではないでしょうか。 先ほど少し映りましたがコープ元町にやってまいりましたこの柱にある横のラインありますよねこのラインの感じが本当に昭和のスーパーっていう感じがしてねかっこいいなと思って見ておりました。 公衆電話でございます。まあ、スマホをなくしましたとかね、タクシー呼びますみたいな時に使うんじゃないでしょうか。でもそんなに頻繁に使う人昔よりいないでしょうねで。タクシーと書いたこの土台の部分なんかもね、よく見ないと気がつかないところまで、まあ、おしゃれだなと思って見ていました。 階段がありまして階段を上っていくと、ダイソーでございます、まあ、原型はもちろん、そのダイソーはなかったと思うので、こんなに派手ではなかったと思うんですが、この手すりの部分だったり、オレンジの床の感じは原型なのではないでしょうか、このライン、あとはフードセンター、元町店なんかも、こういう雰囲気ですよね、昭和のスーパーという感じがします。 ダイソー時代の売り場しか来たことがないので、ダイソーの前の売り場がどんな感じだったのか非常に気になるところです。エスカレーターの屋根の部分のライトを見てください。このダイヤモンド状っていうんですかね。こういう組み方をしている感じとかなかなか面白いですよね。この組み方は遊び心を持って ダイヤのような形にしているのかあるいは光り方のこだわりがあってのものなのかまあどちらにしても私が行った時は光っていませんでした現在は緑色のコープっていう看板ですが一つ前の昔のコープが店内にありました懐かしさを感じますね こちらがコープの裏側でございます。非常に昔からある年季の入った雰囲気がありますね。さらに元町駅方向、西側へ進んでいきます。コープ元町店の隣にはかつてラーメン屋さんの西洋というお店があり、口コミによると醤油ラーメンを食べましたが、野菜が多めで美味しかったと評判のお店でございます。現在は解体されありません。 さらにこの近くには2016年3月に閉店した元町湯がありました現在はその建設関係の資材の事務所となっておりますまあ三河保湯なんかもね閉店しましたしこの近くにある銭湯も次々と閉店廃業しておりますさらに1969年にオープンした元町市場という市場もあったんですが、まあ、かなり前に解体され現在はマンションとなっております 現在私は青いラインの右側から左側へ向かって歩き矢印のところにいます。この辺りは理髪店と 美容室が多いですね。もうこの道歩いただけでも5、6軒は軽く見ました。こちらは飲食店でございます。この建物ね、ちょっと離れて見てみると、まあ、かなり年季の入った昭和の建物だなということがわかります。さらに向かい側は、かなり高層のマンションとなっております。 この道は通りの名前が付いていたり、商店街の名前ってついてるんですかね、まあ、商店街の名前が付いてたら、こういう街灯のところに、商店街の名前が書いてたりするんですけれどもね、まあ、特に名前ついてないのかなと思って見ていました。 こちらのお店はなんか浅いボールと書いてありまして私の未知なる食べ物というか飲み物がこのように自動販売機にもあり店内でも飲食をする人がいましたかつては美容室と理髪店が入っていました現在東15丁目東田通りにやってまいりましたこの赤いラインの北へ進んでいきます北へ進んでいくと東方線元町駅でございます もうすでに元町駅付近と言ってもいいのではないでしょうか。不動産屋さんだとか飲食店が目立つ位置でございます。そしてかつてはこのような大きなパチンコ屋さんがあったんですが解体され現在は大きなマンションが建っております。 左側の茶色いビル暗くて見えづらいですが1987年に建てられたビルでございますこの東方線沿いというのは80年代後半に建てられたビルがものすごく多いです東方線が1988年に開通したのでそれに合わせて建てられたようなビルが多いということですよね さらに向かい側には派手な光り方をしている飲食店がありました居酒屋さんが入ってますねこの電球の光り方なんか非常に素敵ですこちらのビルは1985年に建てられましたさらに元町駅方向へ進んでいきます 正面に見えるピンクの看板も不動産屋さんでございます。本当に不動産屋が多いです。そしてこのビルは1986年に建てられたビルです。日本の経済が元気にあった頃に作られた感がある看板ですよね。おでん、忘年会、新年会と書いてますが、このお店の前は不動産屋さんで、その前はラーメンチェーンタンポポというお店でした。 左側には2022年2月に閉店したつぼ八元町店跡でございます。現在新しくお店が入っている様子はなく、静かな暗い状態となっております。 特に除雪している感じもないので、ここだけ雪が積もっている感じでございます。さらに元、坪八の隣には、ロイヤルハイツ元町という大きなビルがありまして、地下が飲食店とかスナックが入っている状態となっております。このビルは1988年の3月に建てられました。その隣に元町駅の出口があります。では、このロイヤルハイツ元町、どんな感じなのか見てみることにしましょう。 2階より上が住宅っていうかねなんかオフィスとか住宅のようになっておりまして地下1階が飲食街となっております地元の人がどれぐらい来るのか非常に気になるところですよねもうだいぶ夜になって6時ぐらいだったかな6時ぐらいなんですが、まあ、日曜日だからいないのかなちょっとよくわかんないですけどねこの間取りっていうのかこの廊下の感じなんかもちょっと 独特な感じがありましたね。形がちょっと異物になっております。こっちちょっとね。お店ではありませんでした。 廊下がまっすすぐじゃないんですよね。分岐点のようになっていたり分か、まあ、れ道ですよねまっすぐ作られていないということもありなんかいびつな感じがします右側に階段が見えるんですが1階に戻ることもできますし2階以降もどうなんでしょうね行けるんでしょうかねスナックのようなところがありさらにまっすぐ行くとお店があるのかなと思いきやこれ行き止まりでした基本なんか気になるお店あったらねちょっと入ってみる気にはなるんですけれどもねなんか入って っていいのかなみたいな、そんな感じでした。で、こっち裏側なんですが、ただのマンションに見えますよね。東15丁目、トンデン通りに戻ってきました。この辺りにも大きな居酒屋さん。さらに、塾多かったですよね。学習塾も多かったですし、オフィスなのかな何のオフィスなのかちょっとわかんないですが、大きなビルがいくつかありました。この辺りも調べてみると、1980年代後半に建てられたようなビルが多かったです。 そんな感じで前々からふらふら歩きたかったエリアだったのでね、まあ、ゆっくり歩くことができてよかったです。さっきの商店街の名前が付いてるかどうかわからないコープ元町の前の道、すごいレトロな雰囲気もありますし、穴場ですし、なかなか面白いので皆さんもぜひ散歩していただきたいなと思っております。いかがだったでしょうか、まあ、そんな感じでありがとうございました。 まだ尺、尺ありましたね。このように昔のいつ、いつのものかわからないようなね、歯医者さんの看板なんかもありました。今度こそはおしまいでございます。たまに尺を間違えることがあるんですよね。ありがとうございました。